本日は後楽園ホールへのご来場、そして新日本プロレスワールドのご視聴、誠にありがとうございます。ただいまより IWGP 世界ヘビー級チャンピオンベルトの贈呈式を行います。赤コーナーより初代 IWGP ヘビー級チャンピオン伊武志幸太選手の登場です。 4.4 両国国技館桜ジェネシス最後の前哨戦 3.30 ロードトゥー桜ジェネシス2021後楽園ホール大会スタートとなります。ついにあの IWGP 世界ヘビー級のベルト、新しいベルトがここ後楽園ホールでお披露目となります。両肩に IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタル、その黒いベルトと白いベルトを掲げて二冠王者伊武志幸太、スーツ姿で入場となります。まだ伊武志の元には2本のベルトがあります。新しいベルトがリング上でお披露目となった瞬間に、伊武志は IWGP 世界ヘビー級その1本のベルトを身にまとうことになるのです。IWGP 二冠王者伊武志幸太リングインです。それでは新ベルトの贈呈に先立ちまして、伊武志選手より IWGP ヘビー級並びに IWGP インターコンチネンタル2本のベルトを返還いただきます。お待たせいたしました。 IWGP 世界ヘビー級ベルトのお披露目です。菅林会長、大張社長、お願いいたします。ではここで新ベルトの
デザインの説明をさせていただきます。デザインには全ての歴代ベルトが継承されております。放射状に広がるラインは初代、王冠のように上部が広がっている形状は2代目、世界に羽ばたく羽は3代目、2色の配色とライオンマークの配置は4代目、そしてサイドバックルの形状はインターコンチネンタルのベルトが継承されております。またこのベルトには戦いの魂を受け継ぎ世界へ羽ばたくという意味が込められております。まずライオンマークの周辺ですが、上部のライオンマークが太陽となり世界を照らします。その周囲には闘魂を示す燃える炎、そして世界を貫く剣が描かれております。また地球儀の周辺ですが、5つの宝石があり、その宝石は50周年そして五大陸を表しております。宝石の台座はライオンの牙であり、世界を掴む捕らえるという意味がございます。そして両サイドに世界に羽ばたく翼がデザインされております。以上となっております。それでは井伏康太選手へチャンピオンベルトの贈呈です。それでは井伏選手より一言いただきたいと思います。僕は今まで言ってきた通り、そのインターコンチのベルトと IWGP のベルト、これを一つにする、それの意味がみんなあまり伝わらなかったかもしれない。でも僕はこのベルトを、2つのベルトを大好きだったから、この1つのベルトにして、このベルトを日本だけじゃなく世界に向けて、そして今までの歴史を絶対に継いだまま、もっともっと大きく新しくしていきたいと思います。ありがとうございました。それでは写真撮影を行います。ついに IWGP 世界ヘビー級のベルトが完成。お披露目、井伏康太のもとにこのベルトが今腰にもたらされました。ミラノさん、はい、新しいベルトご覧になっていかがでしたか？なんかこれからね、いろいろこういろんなものが築かれていくんだろうなっていうふうに思うんですけれども、もうなんかすでにすごいですね。なんかすでにもうなんかこううわーっていう感じを見受けられます。この光り輝くこの感じといいますかね、なんかこの重さというか、これから歴史が刻まれていくベルトにもかかわらず、はい、やはりその全体のデザインのコンセプトといい、はい、井伏康太選手の思いといい、はい、全ての歴史がもうすでに詰まってるといいますか、備わってる、うん、そんなベルトのようにも思えます。
イブス選手が一つに、合わすことに、一つになった方がもっとすごいことになるって言ってる意味がね、なんかちょっとうっすら分かるような、はい、なんかすごいんだっていうのがだけはすごい伝わってきますね。イブス選手がこのベルトに込めた思い、そしてこのベルトを作った新日本プロレス IWGP への思い、間違いなくこの新しいベルトにはそれぞれの思いが込められています。いやー、これを世界のトップレスラーたちがここのリングに集まって奪い合うわけです、はい、ね、これはもう新しい歴史、新世紀のスタートとなります。我々は今それを目撃したのです。これからこのベルトによってプロレス界に、新日本プロレスにどんな可能性がもたらされるのか、そしてこのベルトの行く先にどんな未来が待っていて、そして我々はどんな素晴らしい戦いを見ることになるのか、間違いなくこの初代 IWGP 世界ヘビー級のベルトには夢とロマンと、そしてプロレスへの思い、新日本プロレスへの思い、そして強さが込められています。いや、もうなんか楽しみになってきますね、これね。これお披露目しに来るんですかね。そうですね、すごいわこれ。このベルトを今持っているのがイブシコータだというこの事実、それが何を意味するのか、これから長く刻まれるであろうこの IWGP 世界ヘビー級の歴史がいずれその答えを示してくれるでしょう。プロレスはたくさんの点と点がつながり、線となって物語になると先人は言いました。今その点が2021年3月30日東京後楽園ホールに打たれたのです。この点から伸びる線、その先、これからじっくりと楽しんでいきたいと思います。これですよ、これが新しいインターコンチとヘビーのベルト。僕は一つになった、形だけは一つになってる、気持ちを二つなんだ、はい、やっぱ時代は変わっていくんで、形も変わっていくと思うんです。それは今までも変わらず変わってきたと思う、はい、いや嬉しいですね、はい、そこにまあ一応その愛はインターナショナルなんですけど、その部分がやっぱり本来使えてた分が使えてないのかっていうのを思ったし、まあそこにまあ日本人にも伝わるのかなっていう部分で、まあ、世界につけたんだなっていう、はい、まあ、そこはちょっと僕の意向ではないんで、ね、分かんないですよ、はい、でも日本だけじゃないベルトっていうことは僕の考えと一致してるんで、はい、そこに関しては世界で一番すごいのは日本のプロレスなんです、はい、そこは僕は絶対思って変わらないです。これが新しい